はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。クレイト攻撃側やっていきましょう。まあ、今回は苦手なんで、まず持ってこないこの NT242 を持ってきてますけれども、おそらくほとんど使いません。まあ、いざとなった時に使えるように持ってはきましたが、私の本来の動きとしてはバラージやるな。行動の中にこっそりと レーザーマインを仕掛けていくという流れです。結構来てるね。右は結構来てるぞ。ちょちょ、それはおお、右打たれそうだね。さすがに止めれないな。やりますね。右結構固まってたね。そろそろ右以外のところも打ちたくなるという、そういう流れなんじゃなかろうかと思いきや、右は取り戻している。ちょっと私ここにそっと貼っておきましょうか。で、エイビがポンコツの私は NT24 にだけ持ってきてしまうと厳しくなりますよね。そのためのスティンガーピストルです。幾重にも保険を張り巡らせた私の、なんか全然さ斜めなと思います。1人まず1人、そして索敵をしつつ、ロケランだと。やりよる。ここから出ても微妙なんだよな。まあ、そもそも主戦場が右に偏っている時点で、左側でスナイプしてても捕まらない可能性が。ファズマが来た、早っ。右の固め打ちは、あ、もう終わってんのか。まだ右の固め打ち続きそうな気がするんだよね。次行きましょうか。友軍が到着した。正体はどっから取りに来るかな。爆弾を仕掛けた。NT242 の使う気のなさよ、私の。敵のセンターはオフラインだ。来てますか、上か。上から飛び降りてくんじゃねえか。設置した。危なっ。後ろに1個持ってってんな。そうなんだよな。最前線にはおりますが、ルーク・スカイウォーカーを倒している。ここは任せろ。一旦張り直すか。穴を用意した。これ新しいのね、3つ目を張った時点で一番最初に置いたやつはなくなりますので、索敵をしつつ、スティンガーピストル構えつつ、一旦あれだね、一旦敵を、うまい、今見た、すげえ偶然だよ。だってあの人狙ってないもん俺。私あの人を狙ったんじゃなくて、その手前にいた人を狙っていただけで。うお、スキスピーだ。やりますね。
ちょい後ろこの人。ただ普通にデフォで出てもそんな変わんなかったよね。痛い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 。だ結構ラインが下が全体的に下がり気味になってることを考えるとレイヤーがいてもおかしくないよね。まずはそのこの窪地に入りたい。しっかり守れてはいる。さすがに狙いづらいな。さすがに月スピーダーを狙うには。火力足りてる俺。この窪地自体は狙われてると思うんだよな、スキースピーダーに。まあ、私も狙いますからね。そっ、殺されてるな。うわ逆にスナイプされていく。危なくない？いや、君も狙われてるよね。これどっち？あ、もう最前線なんだ。いや、一応、スキースピーダーで突っ込んできて降りるという作戦まだありますからね。あと少しでウォーカーが敵の元に到達する。と、一応ジャンプしたりして行こう。狙われてるからな。完全なる闇だ。いたね。一応やりましたけども。わあ、行さん控えておったわい。いいね。押せ押せ派。ああ、ここ先とか。いいよ、作戦するよ、作敵。中に1枚いるな。裏取りに行こう。あそこで見てるのよ、スナイパーが。撃たれる、撃たれる、撃たれる、撃たれる。危ない。そうだね、それ大切だね。なぬ？どこやられた？あ、お、大丈夫大丈夫大丈夫。もうさすがに大丈夫。左を撃った感じか。止めに行きましょう。ここは任せろ。そうだね。爆弾を仕掛けた。どこにどこ向いたの今の爆弾これは多分ね、この赤い点はうちの ST だと思うんだよな。よしよし。やられている。うお、味方押せ押せだな。俺絶対さ、ここでごめんね、邪魔になってるね。もうちょっとずれるわ。ここでスナイプしてていい思いしたこと一回もないんだよな。なんか後ろにまだいない？まだ近くに1枚いないか、そこ。大丈夫か。爆破部隊突入せよ。レジスタンスの脱出シャトルに爆弾を仕掛けろ。そこが一番端っこ？そうだね、あの人の動きが一番行動に近そうな雰囲気だ。どうでしたろう？久々の NT24 に勝ちたいな。なんかおるな。レイを倒している。その辺が来た。ナイス。敵に増援、おそらく連中の精鋭だ。危ない危ない。いい
ップ近距離遠距離をうまく使い分けていく。スティンガーピストル撃っていく。うわー、オールアウトプッシュだった。うわ、ここのポジション強そう。強ポジ臭い。見たよ、その。もう完全にかぶってるよね、それ、初戦が。レジスタンスの指揮官が現れた。ID は不明だ。なるほどね、この入り口を狙い撃つパターンのやつね。まあ、後ろも結構多めだったので。逆にどうなるかだよね、ここで。まあ、ここは最終エリアなんで一気にね押し上げなきゃいけない場面なんで。突入を急げ。パワー供給設備を破壊し。早すぎたんじゃねえか。おお、タイミングバッチリだな。カイロレンがこちらに加わった。タイミングバッチリやね。あ、いてはおらず。で、こっから撃てんの？あ、さすがに。さすがにこのソウルには届かないか。MT24にも。無限連射型に。ディスラプターショットの方がいいかな。いずれ損益されそうだけどね。いや、もう映画終わっとる。これ一方的な展開になっちゃったな。あんまり一方的な展開も見どころが薄いんでボツになりやすいんですけども、これはどうしようかなと悩みどころですね。セントリー打った方が早いよなこれ多分。ガンガン打ってる割にはそんなに減ってないもんね。いやー、これだともう止めようがないんだよな、こんだけ激しく撃たれちゃってると。ですよね。これはちょっと、これはちょっと一方的すぎるな。うん、厳しいね。これだけ一気にライン上げられちゃうと、とても切り返すのは厳しくなってしまうな。いや、久しぶりに NT24 に使ったけど。ですよね。特に活躍はしておらん。やっぱいつものスタイルの方がやりやすいな。はい、というわけで、トリプル XP ボーナスですね。水曜日のトリプル XP ボーナスも神々へ発動しておりますので、皆さんもまったりとレベル上げしてみてください。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。